はい、速稼塾の久保です。最近はですね、電通がかなりね注目を浴びてますけども、どうでしょうかね。現在東洋経済オンラインの記事を読んでるんですけども、電通はね、実はね、急速なる業績不振に陥ってるそうなんですよ。理由は2つありまして、五輪が延期になった、もしくは中止になったってことでですね、このオリンピックに合わせて得れるはずだった広告収入ってのが一気になくなってしまったってことですよね。これは非常に大きいなと思いますし、もう一つはですね、マスメディアと電通の関係なんですよ。ご存知のように、テレビですとか、ラジオですとか、新聞とか雑誌っていう、この媒体はですね、広告収入によって成り立ってるんですよね。で、最初はですね、その今の感染症ですよね。感染症について1月、2月、3月あたりまでは、報道すればするほど数字が取れたんですよ。要するに広告収入が上がったんですね。で、多くの方が不安という要素に対して、本当はどうなんだろうとかね、本当はこういう見方があるんじゃないだろうかっていうことで、テレビですとか雑誌をものすごく見るようになったんですよね。そうすると、視聴者数が上がったりとか、ページビューが上がるもんですから、広告収入って高くなるんですよ。で、それに調子を乗ってですね、またさらに不安要素を煽って、毎日毎日、例の感染症のことをね、話題に出せば出すほど、で、専門家とされるね、よくわかんない人が出れば出るほど、視聴者さんっていうのは集まってきたわけなんですよ。で、美味しい、儲かるぞって形で、広告収入、電通事業っていうのは成り立っていたんですけども、ただですね、あまりにもやりすぎて、あまりにもね、不安がかきたられすぎて、多くの人が消費マインドを失ってしまったんですよね。これいつまで続くかわかんない。長期化するかもしれないから、ちょっとお金を貯め込んどいてね。食品ぐらいは買うんだけども、他のお金は使わないようにして、で、将来のためにストックしておこうとかね。で、しまいには、倒産する店も出てきたんですよ。倒産する会社とか。とてもじゃないけど、広告出してられないんですよね。そうなると困ったのは電通なんですよ。電通の方に発注が上がってこない。要するに広告を出してくれっていう風な、依頼が来なくなっちゃったんですよね。で、テレビメディアの方も、どんどん、例の感染症のことをやればね、広告収入上がってきたんですけども、どうもピークアウトして、やってもやってももうね、逆に自分たちの首を絞める。つまり、需要がね、消滅してしまうってとこまで来ちゃったわけなんですよ。で、慌てて最近は感染症のこと以外のことをね、どんどんやるために番組を作り直してるんですけども、なんせね、ロケも行われていないし、番組制作もできなかったもんですから、今在庫がないんですよ、番組在庫が。そうなるとね、再放送とか、編集とかね、トーク番組、リモートのトーク番組で埋めるしかなくなっちゃって、もう限界が来てるんですよね。そこなんですよ、二つ目の理由ってのは。要するにね、テレビ広告の収入が電通ないわけなんですよ。いや、オリンピックもダメ、テレビ収入も、テレビ広告収入もダメということで、業績不振。ねえ、これですよ。業績不振に落ち込んじゃったんですよ。プラス、給付金騒動が追い打ちをかけました。ね、本来、マスメディアに、おんぶに抱っこで儲けてたはずの電気通信、電通なんですけども、なんとですね、その、報道がですね、電通と、例の、これです、サービスデザイン推進協議会の、おかしな関係とかね、この苦しい中でこのお金はどうなってるんだって問題を叩くに叩くもんですから、もう電通としてはね、もう本当にピンチなわけなんですよ。これからどうなるのかなってことなんですけども、確かに電通ってのは、なんかね、独り勝ちしてるみたいで、反感を買いやすいとこだったんですけども、私が聞くところによると、儲からないような事業とか、先の見えないようなことを末端の人は結局やらされていて、いわゆるね、ブラック企業ではないんですけども、一般社員はブラック化させられているというね、内部ブラックってのが起きてるのが、この電通ってところなのかなと思います。数年前でもね、お亡くなりになる方とか出てきましたしね。電通が、強者だった時代もいよいよ終わるのかなっていうふうに考えてますね。詳しくは、記事の方を読んでみてください。それでは、失礼します。